平気線の良さというのは山と川と田んぼ、本当に素直な素朴な風景がずっと続いているというのが平気線の良さかなと思います。平気線のことについて周りの方に考えていただくっていう機会がとっても必要だと思います。だからいろんな方にその鉄道って何だろうってこう考えていただく機会みたいなものをこれを機会に持っていけたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。これはありがとうございます。全国的な問題です。やっぱりこれから先全国高齢者がどんどんいろんな人がなっていった時に免許を返納しなければならないとなった時に、じゃあ鉄道がなかったらどうなるのか、日本の毛細血管がなくなったらどうなるのか、そういうことっていうものを考えていかなきゃいけない、そういうふうな時期にもずいぶん前に来てます。そこにあの皆さんがこうやって集まって、当事者となっていらっしゃることを僕は思ってます。だから一人の人が鉄道のことについてどういうふうに思ってるかってことをいろんな方にあの一人の人が伝えていったことによって、このあのバスで大概運転なんてね、多分運転手だからいないという世の中になってきてますから、それは信用がなかなかできないことになってくる。やっぱり鉄道です。やっぱりその地方隣の町の雰囲気を伝えてくるのは鉄道です。ですからやっぱりその鉄道というものについて住民の皆さんにはこれからやっぱり僕は希望としてなんですけども考えていただきたいなと思っています。以上、鉄道ファンからの声でした。